楽な感じでやるのかなと思ってますけど、竹原慎一です。政治家というふうな言われ方するんですけど、実は私の中にはそういうことがあまりなくてですね、6、7年ほど前、あまりのその役者の態度やら、あるいは議員の考え方とか、そういうのが、そういうのに憤りがあって、ひどいじゃないかということで、まあ、一人で暴動を起こしたような感じですね、市役所の全体を書いたのを車に貼り付けて、市役所前やら駅に止めたりですね、あるいはチラシを書いて配ったりして、インターネットでその中身を公開したり、それから、あるいは悪霊市役所の、ホームページの掲示板がありますね、あれにそういうことを書いて、悪霊市役所は掲示板なくならないんですけども、あれ私がなくしたんです。続けられなかったの。竹原慎一の攻撃という感じがした。それが今、人がやってるということで。で、上の人、本当にひどい。市民は全然知らない。市民を知らないで、本当に搾取されている状態というのが、現実です。でそれを2年半、そのチラシ配ったりするのを2年半続けた結果、議員選挙で出てくれと言われて、選挙区政治家がやる、議員がやるつもりなかったんですけど、本当に腐り果てた機会だと思ってましたので、もうでもチラシ配ったり、選挙候補があるんで、あれで言いたいこと言えるかなと、バイク使って言ってもらえるかなと思って、それを作業したら当選してしまった。もう選挙区議はもちろん自分誰にも頼まないと、内容もそうですし、私の親なんか他の人の支持しに来ました。私自身も自分には投票しなかった。なので、結構いいところに投票した。上から6番、16人のうちの6番くらいで投票した。それだけ、市民の中にもその市政に対する進化といいますか、閉塞感みたいなのが入ってて、どうにかせないかなという気持ちがあったんだと思います。で、市議会議員になって、やっぱり案の定、6でもない。研修旅行で行くと、もうどうせ私が出す気がなんかも取らないから、そんなのも取らないかんと言ったら、一緒に旅行に行かんかったが悪かって言って、問責決議を受けたんですね。この間も私、市長として問責決議を受けましたけども、もう慣れてますんで、なんともない。本当に、私から言わせると、議会で問責決議を受けるぐらいじゃないと本物じゃないと思います。話にならないというのが現実です。やっぱり自分の生活のためです。ほとんど議員さんたち、そもそも議会なんていうのはちゃんと議論しないんです。議員同士議論して、姿勢をどうにかしようという仕組みを持ってないます。議会で行われているのは議員が質問して市長が答える、あとは議員さんたちが多数決をする談合と取引だけ、これが市も県もおそらく国も一緒です。議会で議論をした上で物事を決めてるということはないです。ないですよ。道理の通らないことが要するに自分のために、あるいは自分の市情報のために誰かならんかだけのその多数決でこの国の政治が行われているということなんです。議会制民主主義なんて嘘っぱちです。じゃあ今までのこの国がどういうふうな仕組みで動いてきたんだと言いますと、実は公務員の皆さんが作ってきたんですね。公務員というのは身分なんです。職業じゃない。つまり身分制度がある。その身分の人たちが横に手をつないで実際 の, その皆さんが投票で選んだ人には権利なんかなくて、権力なんか持ってなくて、その人たちが、横に手をつないで、権利を持たせないで皆さんが参加する、政治参加者に投票するというだけ、選んだ代表者というのは、岡崎、市民に言い訳をする係に過ぎない。
そういうふうになっております。